はい、朝ごはんできました。ガパオライスです。よいしょ。ガパオ、鶏むね肉 200g、 玄米 300g、 玉ねぎ1個半、あと卵が、2つですね。なんか目玉焼きなんか1個にしようかなと思ったんですけど、なんか意外とご飯と胸肉の量多かったんで、なんかちょっとバランスよく卵も2個にしてみました。うまそう。この後はご飯食べてエニタイム行ってトレーニングします。でその後いろいろと買い物したいものもあるので、いろいろとプラプラしながら過ごしていきたいと思います。あとは空いた時間とかに動画編集とか、あとは創作活動やっていって家に帰ってくるみたいな動画になると思います。まあ本当になんか変わらない動画なんですけど、最後までなんか楽しんで見てもらえると嬉しいです。あとガパオライスめちゃくちゃ楽で、あとうまくて、脂質もあんまりないんで、唯一最初のオリーブオイル あのスプレーのやつと、あとはこの卵の黄身ぐらいかな。本当は黄身もなんか1個抜いた方がいいんですけど、僕黄身捨てらんなくてなんかめちゃくちゃもったいなくないですか、卵の黄身捨てるって。なんか鶏胸肉の皮捨てるならまだ許せるんですけども、なんか卵に至ってはなんか一番うまいところだし、個人的には、なんかちょっと譲れないところというか、まあ黄身1個分有酸素とかやってめちゃくちゃ汗かいて消費すれば、まあ、チャラかなと思うので、僕は黄身は絶対してません。甘いこと言ってんじゃねえよと思うかもしれないですけど、僕はそういう食材を無駄にする方がなんかダメだなと思うので、僕は食べます。てかシンプルにうまいから。じゃああと、食べて準備して出かけます。
渋谷にいます。渋谷にはですね、ちょっと買いたいものがあってちょっと来ました。どこ寄るかっていうのはまた後でちょっと紹介するんですけど、とりあえず持ってきたお弁当食べます。作ってきたのが鶏むね肉をそぼろにして、あのケチャップであえたやつです。じゃあ結構腹ペコなんでいただきます。はい、今渋谷のガスト来てます。あー人多い、疲れた、うろうろしてたら。あの今日渋谷に来た理由は、まあ、ここいっぱいあるんで、本当に行きたい GU とか ZARA とか、あとは好きな雑貨屋さんとかもあって、そこが一番の目的でした。しばらくちょっとゆっくりして神奈川、まあ、横浜に戻りたいと思います。あ、ライスコーヒーです。